あれね。そんなコメントなの？なんでおかしいかな。いや、あれ正しい。ある意味正しいね。私初めてなんですよ。高校生とか中学生とかで、オーディションの時から。もっと声を高めにとか若くとか可愛くとか言われなかったのって初めてなんですごい結構衝撃なんですね。いいのかななんて。でも本当初めて声をそういうなんていうんですか、意識せず自分のトーンでやらせていただいてるので、そこはものすごく心地よさを感じつつ、でも本当の自分の生音での勝負っていう難しさも知りつつみたいな感じなので、気をつけてるというかなんというか、何頑張ります。レンゲちゃんはすごく結構壊れ気味なので、普段生活の中でも壊れちゃいそうな部分が出ちゃいそうで怖いですけど、頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。こうやって言えばよかったんだ。レンゲちゃんの場合はなんかネジがぶっ飛んでそのままなんか走り続けてしまう赤い靴の女の子みたいな。意味が全然わかりません。赤い靴の女の子って、靴を履いてる間ずっと踊り続けるじゃん。あって感じのイメージなので、もう行くとこまで行ってしまおうと。チロはですね、個性的なグループの中において唯一常識的というかですね、割とまともな感じです。なんかお母さん的な役割らしくってですね、なんかお家も貧乏だったりとかいろんな背景があるみたいなんですけれども、はい、好感が持てるキャラだと思うので頑張って演じていきたいと思います。押し付けがましくならないように、でもみんなのことを見守ってるみたいな感じとか。本当にあとこうなんていうのかな、弟とかがいて本当はお姉さんなんですよ。だからそういうなんかにじみ出てくる優しさとかをこう普通のセリフの端々に入れていきたいなと思ってます。みなちゃんもですね、他の5人グループなんですけど、他の4人とは学校とかちょびっと生い立ちとか、違います。ちょびっと特殊な、ちょびっとかね、ね、みんなと仲良しなんですけど、友達なんですけど、ぴったり同じ、なんだろう、同じ地面じゃない感じ。あ、学校違うんですよね、一人だけ。そう、で、制服も違うし、ちょっと違うところのみんなの正義で生きてるので、マキちゃんにすごい憧れたりとかね、自分がすごくちょっとどんくさい感じなので、こう強いとかいう人にすごい憧れてるんだと思うよ。そうなの。ありがとう。ゆうちゃんは多分この中ではまあ至って普通の女子高生。なんでみんなそう思うの？でも原作を見るとすごい色が黒いんですよ。だから今ちょっと絶滅に瀕しかけているガングロコギャルなのではないかなと思われます。でも家が空手の道場ですごく空手が強いんですけど、このアニメの中では普通の女子高生ですね。コギャルなので、おばさんもといお姉さんにならないように頑張ります。なんで今コギャルなの？何があるの？だから普段からそういう気持ちで、このアニメ撮ってる間は過ごそうかななんて。そうじゃん。超可愛いしみたいな気持ちで。本当それぞれのキャラクターがここまで被っていいのかっていうぐらい、もう私は漫画を読んで。みなはゆかなにしか見えてこないし、1話のアフレコを聞いて、あ、原型は金田智子ちゃんなんだって思って、すごい可愛いイメージがあったので、なんだけどレンゲがうわーって泣くところでもうレンゲだよみたいな。もうそれ以来はもうレンゲにしか智子ちゃん見えてこないし、かすみちゃんはすみちゃんで本当性格キャスティングだし、で髪型も似てるんだよね、またね。ちょっとだけ、でもこのこれもまたものすごい性格、これなんで私だけこれなの。なんか頑張って若作りしてるんだけれども、
がしかしすごい性格キャスティングみたいな感じで、こういうのってあんまりない、私はあんまり経験したことがないので、本当にこれからどんなキャストゲストがいらしてどんな風になっているのか、本当私自身も楽しみなので、いろんな気持ちを動かしながら